はい、今年のハロウィンはなんと一歩スタジオから飛び出しまして、またこの2人がこの「レゴスペース TV」に遊びに来てくれました。ダダーン、会いたかった、会いたかった、会いたかった。イエス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 。千尋です。ミキです。今回3人で西武遊園地で楽しんでいきたいと思う。あれ、西武遊園地っぽくない？もうね。だって外見てよ。ね、違うね。そうなの。あ、もうついてんの。正面から撮りたいんだけど、雨がすごくて。うん。あいにくの雨ですけど、楽しんでいきたいと思います。サムネ先に撮って。今のサムね、ノスタルジックですね。ノスタルジックって何ですか？すごいノスタルジックな世界。ノスタルジック。いや、言い方変えても。あ、これが。うわ、もらおう。一枚もらいますか？あ、一枚で。新聞担当で。新聞担当。なんか載ってるわ。何これ、なんて書いてあるんですか？巨大不明生物所沢方面やと。そこがちょっとちゃうけど、昔の感じってことやな。おい、とんでもないとこ遊びに来ちまったぞ。誰だ俺？あ、違うわ、人違いだ。いや、わかるでしょ。そんな確認しなきゃわかるでしょ。すぐわかるでしょ。つけてないんだよ俺たち。俺たちマイクセットつけてないんだよ。いや、じゃああの方が声全然聞こえないけど。何？あのね、イブステと同じマイクセットなの。あそこのところ。本当だ。朝ごはん食べてない人。じゃあ多数決で。コロッケ食べましょう。あれもね、4階で戻るとね、なんとですね、西武園遊園地にはこの西武園でしか使えない通貨がありまして、エクスチェンジしてこれで支払いしなきゃいけない。エクスチェンジ、言えてない。両替。エクスチェンジしてね、ドルに変えるみたいな感じで。かっこいいな。え、じゃないとね、普通のお金使えないんですか？普通のお金使えない。大変。ここだとクロケットって何だろう。コロッケじゃない。コロッケですって言っちゃった。コロッケなんだ。メンチカツの人。コロッケだな。俺もコロッケ。じゃあコロッケを3つください。お金持ち。すいません、なんて言えばいいか分からない。ごちそうさまです。レオガネ言うの。うわ、なかなかすごい10円の綺麗な10円が返ってきた。子供が帰ってきた。お釣りがね、ちょっと違う。え、これって手塚治虫ですか？手塚治虫さん。いいですね。もうちっちゃいライオンになった。名前わかんない。レオ。そう、レオか。大人になったらこっちになるんだよ。え、もうどっちもレオですか？そう。だから今日はここなんだ。多分ね、知らんけど。ありがとうございます。10月29日公開の劇場版ソーラにもこんなシーンがあります。告知してる。コロッケを食べるシーンがまさにちゃんとこの人告知してる。よかったらそっちも見てください。見てください。じゃあ朝飯食べましょう。食べましょう。いただきます。じゃあコロッケいただきます。いただきます。あ、熱っ。ちゃんとね、熱い。サクサクよ。やっぱ開店直後だから。揚げたてだわ。あったかくしてる。別に日中も。そっかそっか。あったかい中入ってるから。今だけじゃないんだ。あとこの後冷え冷え売ってない。ずっと温かい。いただきます。ね、出来たてかもわからんしね。うん。うん。わあ。雨すごい。雨。コロッケは雨の中コロッケを食べる。屋根が屋根の意味をなしてない。コロッケ美味しいですね。うまい。まあ会えて嬉しいよ。しんみり早いでも本当久しぶりですもんね、うん、まあ会えないかなと思った。そんなにっすか。何あれ。話が変わった。話が変わったよもう。何あれ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 。映ってる。見たこともない。映ってます映ってます。乗り物。何あれ。ついてたね。ついてますね。そうですね。いい感じ。この雨がね、雨のおかげで。そんな。屋根あると思うじゃん。上見て。1ミリも全て何にも受け止められてないんだよ。一粒一粒逆に増えてるよね。雨がこう分散されてすだれですね。ありますね。逆にね、避難しよう。ちょっと避難しよう。ちょっと避難しよう。じゃあ潜入していきましょう。してるもんだいぶしてる。ここにどうやらゴジラがいるようです。ゴジラゴジラがいるって平和な感じですけど、先にゴジラに行くのか人気だから、アトラクションね、アトラクション何個かあるんだけどゴジラが人気だからゴジラに先行った方がいいのか、まあちょっと緩めのアトラクションから遊んだ方がいいのか。顔決めて、ゴジラ行っちゃいます。行っちゃいます。でも気になるとこありすぎてもうどうしたらいいか分かんないから、もうレオ君に決めてもらいたい。私はこれはね全任せやな。もう前に見えてますけど、一回銭湯行きたい。一回銭湯行っちゃうの。え、大丈夫。一回銭湯行きたい。終わりじゃないですか。最後にして銭湯。さすがにね、さすがにね、さすがにね。写真撮ったりとかするとこなのかな。急に来てさ、銭湯入れたらバカでしょ。でもちょっと良くないな、この男3人で銭湯行きましたっていうサムネ。それはそれで行きましょう。なんだよ、全員これなんだ。サムネこれですか。サムネこれかな。3人で銭湯。西武園ゆうえんち感ないけど。そうだよ。バイキング。バイキング。乗ろう。俺バイキングめっちゃ好きなの。東京ドームシティのも乗ったんですよ。これ。雨ひどくなる前に。じゃあそのバイキング乗っちゃう。行っちゃいましょう。行きましょう。やめときな。やめときなって。いや、そんな言い方やめて。やめときなって。危ないから。ガチで止めてるから。やめときな。その言い方すんってなるからやめて。バイキングだ。ちょっとドキドキしてきたね。バイキングのおっさん。バイキングのおっさん。バイキングのおっさん。俺おっさんいるじゃん。バイキングのおっさん。口悪い。でもさ、これさ、どうなってんの？どうしたの？続いては日大問題です。坂上だった。3をつけろ、3を。大丈夫ですか？あれ大丈夫ですか？あの先頭の女の人、あれ大丈夫ですか？これ大丈夫？これはF カップだから大丈夫。バイキングのおっさん。まあおっさんっていうか、まあまあまあおっさんっすね。レッツゴーレッツゴーレッツゴーレオランド。すげえ面白いよ今。どうもセイバーズです。セイバーズ、西武遊園地のセイバーズ。あ、そのセイバーズ期間限定で YouTube 開設してました。はい、セイバーズ期間限定の俺にはかっこいいな。 YouTuber セイバーズです。それ何？セイバーズのちょっとやっぱイントロ取らないと。他人の絵が撮れただけじゃん。え、どういうこと？何してんの？聞いたことない声。初めて見た。一時停止だよ。一時停止。右見て。左見て。はい。はい。はい。バチッと。偉くない？あ、可愛い。ダメとかもある。うわあ。通りたい。ちょっとリアクションがあるな。仕事っぽいな。リアクションの仕事っぽい。今日はもう仕事じゃないです。プライベートだな。今日はもうひたすらもうレオ君と。この西武園遊園地を楽しむ、それだけ。すげえ仕事っぽいよね。と題しましてはい、ということでメリーゴーランド。顔色も悪いね。悪くないから。動物たちのね、今日雨だからやっぱ若干暗いの。いつもより暗いよね。シマウマはもう黒。黒だね。もうキリンちょっとちっちゃくなっちゃってる。それはそう。いつもよりキリンがちっちゃい。実寸大だったら回らんの。射的とかでさ、罰ゲーム決めて一番その下手だった人一人がメリーゴーランド乗って一周するごとに違う変顔で回る。一番この橋の馬に乗って。俺ずっとここで撮ってる。俺変顔って一番苦手なんですけど。力はでも大丈夫。マスクは外さないから。マスク外さないで。中での変顔よ。無理よ。全力でできるでしょ。もうこれとこれしか。今ね、聞いてください。射的真反対。結構序盤で。これ乗ってったらでも速そうだよ。いける？繋がってる？あの勢い遅いけど。一周するだけだって。ここ中央特会だから。中央特会とかあるの？取っちゃおう。ここ戻ってきたらどうする？乗ってみよう。俺が1個前に座るから。うわ、乗っちゃった。あ、めっちゃ濡れてる。駆け込み乗車をやめくださいね。え、今日さ、集合がね、朝8時ぐらいか。そうですね。で行こうかって言って、みんなでね、ちょっとその主要な駅に集合してから行きましょうって言ったんだけど、千尋がその乗ろうとしてた時間の電車に乗れなくて、その5分ぐらい前にはもう着いてるはずだったんだよね、千尋は。でもね、乗れるっていう体でもうその電車を選んでみんなで集合して行ったんだけど、千尋がギリギリ乗れなかったんだよね。そうなんです。あれはギリギリ乗れなかった。ギリギリ乗れなかったんだよね。でもそうですね。だからそのあと 2,3 分ぐらい。なんか違う、もうちょっとみんなでゆっくりホームに集合していくと思ってた。結構もうみんな着いた。続きはまたこの後。もうアナウンスとかも偉いな。でもこれさあ、本当にちゃんと行きたいとこ行けるんですか？行けるよ。どこがいい？選べるんですか？選択肢。魔法のどこがいい？楽しくて愉快なレオランドの裏側にご案内いたします。レオランドですって。レオランドではたくさんのキャラクターたちが。そうだよ。千葉信号。ここトンネル入るよ。うわ。息止めて。息止めて。なんで？なんで息止めたの？レオランドに何かあったのかしら。急にトンネル入った瞬間さ、減速したから普通に苦しかった。仲間たちで手分けをして探しているのですが、どこにも見当たりません。あなたが喋ってる。あなたがレオがレオ探してる。パンジャ、もしレオとライアを見つけたらこの壁を中よーくら寿司めっちゃ並んでる時ああいう顔するよ。え、どうする？レオとライアがいないか、みんなで大きな声で呼んでみましょう。あれ人間食うやつじゃない？せーの、レオ。これ思ったんだけど絶対戻るって思った。スタート地点戻るって姉さん。移動手段ではねえかもな。うまい言うてる前から。物知りのバンディージ。一瞬だな。めっちゃ後ろ下がってくるのおもろ。ツーショット取れたかったな。でも俺はレオとライアよりも大事な2人を見つけることができた。臭すぎてなんて言ったらいいか。わあ何も出てこない。ああ息止めて。おおすごい。いやいや綺麗。思ったより長い。思ったより長い。バイバイ。レオ君死にそうやって。皆さん、レオとライアからの素敵なサプライズでしたね。息止めてる顔じゃないって。息止めてる顔したことないメモとしてたわ。あ、レオランド前だった。待ってください。ちょっと待ってください。この電車に乗ったら反対側の場所に行けんじゃないかなっていう予測で乗りましたけど、はい、一周しただけ。ゆっくり一周しました。ゆっくりしてきました。また戻ってきた。物語がいろいろ進んでちょっと暑くなって戻ってきた。晴れちゃったから晴れちゃったで見た甲虫ブランコ。やばいやばい。昆虫ブランコ絶対乗りたくないよそれ。虫気持ちの悪い背中に乗っていや、赤ちゃん休憩所行かなくていいでしょ。いや、赤ちゃん休憩所さ、赤ちゃんが行ってくるわって言って行くとこじゃないの。金髪お姉が走り出したり。さっきの話の続きすると、あ、そうや。もう一回一から話すか。で、ちょっと千尋が電車に乗り遅れたから、俺らで、じゃあちょっと次の駅ね。次の駅で待ち合わせしようっつって、俺とリキはね、降りたんだよね、ちゃんとね。ちゃんと降りました。そう、で、千尋が、まあ降りずに、まあ俺らと合流するみたいな感じなんだよね。本来であればね。流れで。なんですけどこの千尋くんまさかやらかしまして、俺らが千尋待ってんのに、千尋はなんとその次の駅で降りてんだよ。びっくりしたもんね。降りたんだよ。で、乗ったままでいいのに、降りちゃったんだよね。謎にね。自分を疑いましたよ。どういう心境で降りたの？何が起きたの？なんか待ってるっていうもうその4文字で。なんか待ってる気がしちゃって誰よりも早く今日おはようございますって言って LINE 来てたのにみんな起きてるかなと思ってちょっとボケてしかも張り切ってたからその時の LINE の動画をご覧くださいどうぞおはようございます好きだけど誰待ってたっていうみんな千尋を待ってたのに千尋は誰を待ってる新しい人物がねもう一人待ってたよねなんか4人目がいましたね幻のグループ LINE でさ3人の「レオ君怒ってるよ」って送ってきて「いやなわけないやん」って最初ちゃんと思ったけどちょっとだんだん本当に怒ってんじゃないか久しぶりすぎて久しぶりすぎて怒っている怒ってないですよ怒ってないでしょドラムじゃないドラムやんないでしょ今日今血騒いでない今あ、でもちょっと俺の血は騒いでない俺の血は騒いでないすごい音がティンパニーみたいなねえああ大事大事急にせーのやってたあれ痛い手は痛がってるね上手。すごいね。上手。やった。気がくれしなぜ。誰もこれぐらいかな。休憩しましょうか。休憩もありだし、ゴジラの方ってどっち？ゴジラが。ゴジラ。もうね、ゴジラ。急にわがまま言う。ねえ。ゴジラ。何歳だよ。ゴジラはね。うわでもこれ見て、ジャムクリームサンド。ゴジラ。ごめんなさい。ゴジラ。でもジャムクリームサンド美味しそう。言ってた本人が楽しかったですね。じゃあ楽しかったですね。ジャングル乗った、バイキング乗った今日まだ2個の思い出忘れない。そりゃすげえや。誰ここで誰それダメだよって言ってる張本人だ。セイバーさえ決まった。出せ千尋の挑戦。レオ君に当たって待てるから。帰り玉当たった俺ね。レオ君でも今の威力なら結構いけそうな気がする。あ、ほんま結構強いよ。気持ちいいですね。気持ちいいですね。しっかり狙って。帰り玉が怖いねんな。おお、え、でも勢い強いな。そうなんですよね。惜しい。ダメだ。偏差打ちして。あ、それありえないよな。あ、当たった。当たっただけで満足です。そうね。一ね。一当たり。絶対みんなそれじゃ当てるでしょ。ラスト一発。ラスト一発？終わり？今もう5発。5発打った。打った。気がする。1個あるよ。ほんまや。あれ？あれ？いいですか？大体です。大体。動画見て後で。動画見たら分かる。あー、すごい、1個ゲットや。え、これありがとうございます。結構センスあった。これは欲しかった。わー、次リキいきまーす。いや1個は取ってるからな。そうなんですよ。1回打ってみて、この一発で感覚をつかむ。おお、多分な、上の方やと思うねんな。上狙ってね、こう空振った時のちょっと。おー、でも当たってるけどな。やっぱ丸じゃない？丸に当てた方がいいんじゃない？おー、でも当たってるけどな。3個当たってる。でもやっぱ俺景品取ってるから。俺景品取ってるから。取んないと点数じゃないから。そろそろな。シガレットラスト一発ゼロですね。でも結構あれには当たっとったね。そうですね、受話器には。3回当たった。次、三谷選手。そう、なんかこれすごくない？ほんまや。これ何？優秀です。どうさすの？それの感動だ。それの感動。はい。あ、当たってる？当たってる。いいですね、レオさん。1当たり。でも俺はこれ取ってるんで。ターゲットはあいつだな。どれ？受話器ね。やってください。俺らの分まで。ちょっとマジで大きそう。当たってます？全然見てないわ。ちゃんと見よう。PUBG では違うね。さすがゲームやってる。さすがゲーム。当たってるね。もう狙いを変えてね。ちゃんと狙ってやってるからね。近くとかじゃなくて。下のちっちゃいやつ行きだした。あれ、これはちょっと。俺は取ってますからね、これを。ああ、すごいすごい。メリーゴランドは乗んない。あ、すごい。俺かレオ君かみたいなとこあるんだよね。うお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 前が一番喜んでるやなきゃ。気持ちよ今の。めっちゃ気持ちいい。今の一番かっこいい。1位2位ドベ。ドベ言うな。眉間にしわ寄ってます兄さん。こんな顔してやるもんじゃないシャボタン。楽しい顔でやらんと。2個玉が。おい。全部俺でやってる。それでは一郎君の第2回シャボン玉よけ選手権。1回目どこ行ったんや。幻ね。1つ。おい。オープンね。ちゃんとファーストステージクリア。セカンドステージ。さっきは2だったよ。お、セカンドステージだ。当たってるかな。当たってる。まだライフ残ってる。そうやね。残りライフ1だよ。やばいやばい。もうすぐ。サードステージ。スタート。当たる面積減らしとかんと。そうやね。おー、すごい全部よけたよ。サードステージクリアおめでとう。ファイナルラウンド。お、ファイナル来た。どんな数が来るんだ。ファイナル1。素早さが上がってる。確かに風が素早さが。ゲームオーバー。何これ。楽しいぞこれ。ネクストプレイヤー。え、これ俺もやるのこれ。ネクストプレイヤー。嘘でしょ。お前今日これやりに行ってんの。嘘でしょ。マジで。一番行列できるアトラクションやぞこれ。これやれない。これ0円。シャボン玉よけチャレンジ。楽しい。ファーストステージ。レディーファイ。おーギリ。厳しくない俺の時は。セカンドステージスタート。ちょっとハードになってきた。細かマシンガン並みの。でもね、結構ゲームプレイヤーが慣れてきてサードステージスタート。全部同じ避け方やけどな。おお全部左側のレオ君が一番楽しそう。ファイナルラウンド。来てスタート。慣れてきた。プレイヤーゲームオーバー。レオ君が一番楽しそうなんや。吹いてる本人全然楽しそうなのに一番楽しそうなのに映ってないんだ。一番楽しそう。面白い。やろうかな。70円でやろうかな。結構高い。107が1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚と17が1枚2枚3枚4枚の。おいのび太。ジャイアン出てきそうな。ジャイアン出てきてる。なんだよ。これは誰？